ピエール・シュブレイラスは18世紀のフランスの画家である、ガール県のサンジルに生まれた。父親は、ユゼスに住む画家で、トゥールーズの画家、アントワーヌ・リバルツの下で修行した後、1726年にパリに出た。1727年に、ローマ賞を受賞し、ローマへの留学奨学金を得て1728年から1735年まで、 在ローマフランスアカデミーに滞在した。ローマのミニアチュールの画家、マリア・フェリス・ティバルディ、マリア・フェリーチェタ・タバルディと結婚し、フランスに戻ることなく、亡くなるまでローマで暮らした。ローマに移った時にすでにその才能は認められていて、はじめ有力者から、肖像画の依頼を受け、歴史画の注文も受けた。ローマの教会の装飾画も描いた。1740年に、数奇郷、 ゴンザーガの推薦を得て、教皇ベネディクトゥス14世の肖像画を描いた。教皇からも聖カタリナの結婚などの絵画の注文を受けた。1740年代には、ローマで最も人気のある画家の一人となった。忙しい仕事は、肺の病気を悪化させ、ナポリで静養したが1749年に、ローマで没死した。ありがとうございます。